不思議に思うかな。どうやろみんな。味噌汁ってなんで動くん？教えてトントン。流体力学ですね。身近にある疑問最高。種型授業をスタート。それは重さが違うから。水は温かいと密度が小さくて浮いて、冷たいと密度が大きくて沈むんよ。簡単な実験で確認すると、湯をつけて温かい水と冷たい水を用意しました。これを混ぜた時に密度が違うかったら、温かい方が上に行くと思うんだよな。まずは温かい方を上にして、こいつと混ぜてみます。やり方はすごく簡単なんやけど、ぬるになる恐れがあるから、蓋をして逆さにします。ずらします。来ました。はいはいはい、混ざり方に注目です。あんまり混ざってないのがわかるかな。赤色が上におるねんな。これと比べてみます。次は温かい方を下に、冷たい方を上に置くとどうなるか見てほしいです。わかるかな。めっちゃ混ざってない。どうやろうか。わかるかな。ふうに青がまだ下におって、赤が上におる。こっちは完全に混ざってる。なのに上に冷たい水を置いた時は沈んで水が混ざって色が変わってるやろ。ただ上に温かいのを置いた時はほぼ色はそのままやったと思うんだ。それで味噌汁自体は温かいねんけど、外の空気に触れる部分はさ、冷めるやろ。それでその表面の部分は冷たくなって重くなって沈む。また温かいのが表面に来て、また冷えて沈んで、これを繰り返すから流れが生まれて動くっていうこと。ちなみにベナール対流っていう名前、太陽の表面でも見れるから、みんな太陽行ってみて。汁の具は何が好きですか？いつもリクエストありがとう。